なんか、あんまり自分が出てる映画でエンディングで歌うっていうのにはちょっと抵抗感があるんですけど、すごく自然な流れで気づいたらレコーディングも終わってフューチャリングラッドウィンプスになってましたね。あ、そうですか、はい。撮影が始まって山田組を緊張しつつも日々楽しんで、本当になんか自分が体験していることが空事のようで、本当に日々が過ぎていったんですけど、その中でもやっぱりあの何でしょう、このテラシンとゴーとヨシコちゃんとその子さんとなんか過ごしているこの感じ、この空気というか匂いというか感覚を、なんかやっぱり僕は音楽で最後残しておきたいなという感覚があったので、なんかメモとかを台本の横に書き足したりしながら過ごしていて、そしたらコロナで撮影がストップして、で志村さんが倒られたっていう話を聞いて、で撮影が全てストップして、あのこの映画が本当に止まってしまうのかなっていう、まあ本当にそういう組自体がそうですし世の中もそうですけど、あれあんなに素敵な思い出というか、あんなに素敵な経験がなくなっちゃうのかなというか、なかったことにされるのかなっていう、そういう恐怖心で、なんか自宅き、まあ、みんな自粛期間というかそういう日々を過ごしていて、まあ、だったらもうこの間に音楽にするしかないなっていうことで、まあ、誰に何を言われるでもなく、あのこの曲の歌方歌のデモを作って、でプロデューサーのふささんにお送りして、山田監督にもぜひ僕からの手紙と思って受け取ってくださいという話をして、で須田君にも送って、だからあの主題歌がどうこうという以前に、まあ本当にそうですね、なんかこう僕からできるこの映画へのなんかこう僕なりの貢献をしたかったっていうのが入り口なんですけども、はい、そうですか、はい。まあ、てっきり主題歌を作ってくださいというオファーがあっての制作かと思ってましたが違ったんですね、はいはい。そして須田さん、その曲を野良さんから送られて歌うことになってどんなお気持ちでした？いやそうですね、最初は自分が歌うなんて関係なく、本当に今野良さんがおっしゃった経緯で、あの感謝の気持ちを込めたお手紙ですということで、あの曲をいただいて、もう本当に感動しましたし、多分組全体、世の中全体のそのムードの中、みんな動けない中で、なんかなんとかこう動き出そうっていうすごく気持ちにさせてくださって、で曲を聴いていくと、やっぱりテラシンとゴーとなんかあの2人の曲で、でよしこちゃんもいて、確実にあのなんか現場の空気が思い出される曲で、なんかあんまり自分が出てる映画でエンディングで歌うっていうのにはちょっと抵抗感があるんですけど、すごく自然な流れで気づいたらレコーディングも終わってフューチャリングラッドウィンプスになってましたね。あ、そうですか、はい。